こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はこちら、意外と最強受け属性、みんなのベストヤンキー受け。イエーイ。いやー、ヤンキーといえばね、攻めにも受けにもなりうるかと思うんですけど、はい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 、ちょっと私個人的にはまあ断然受け派ということで、なるほどなるほど、はい、ちょっと今回この企画をですね考えたんですけれども、はい、動画の前にですね、BL ソムリエの方の X で事前に募集をさせていただきまして、はい、皆様の一押しベストヤンキー受け作品をたくさんね、はい、教えていただき、すごいたくさん教えていただきましたね。ました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、その特にねこうお寄せいただいたの声がこうたくさんあった作品が今回3作品ありましたので、はい、そちらをちょっとご紹介させていただければなと思います、はい、それでは早速やっていきましょう。はい、それでは1作品目に紹介するのはこちらです。はい、泉くれは先生の乙女ヤンキーは運命の人を待つです。はい、これはもうヤンキー×乙女属性ということで、やタイトル通りにものすごくこのヤンキーのね木島くんはねすごい乙女です。もう私の口角はすごい上がりながらニヤニヤしながらいいですね、赤面してる感じがすごい、はい、そうですね、もう表紙の段階で赤面してるんですけれども、まあ、簡単にちょっとあらすじをですね、はい、お伝えしますと、まず、この受けの木島くんなんですけど、ヤンキー一家に生まれてまして、お兄ちゃんもお父さんもすごいヤンキー、もう名を馳せたヤンキーみたいな伝説の強い不良なんですけど、それと一点ですね、この木島くん、木島ジョーくんって言うんですけど、はちっちゃい頃から自分そんな幼い頃からそうヤンキーっぽい感じじゃなくて、お花が好きだったりとか占いが好きとかすごいこう乙女属性を持ち合わせてるような子だったんですよ。でもお持ちのね、お持ちの関係上ヤンキーにならざるを得ないヤンキーとエリート教育を受けていくうちに、確かに、はい、今これ高校生なんですけど、もうこの頃になるともう立派なヤンキーになり、なったんですね、はい、見た目というか外面はで、まあ、実際喧嘩も強いみたいな感じなんですけど、根っこのところはずっと変わらずで、ずっと今もこう占いを信じてるっていう可愛い自分があるんですよ。ですごいロマンチストで、自分にもいつか運命の人が現れてすごい幸せな恋ができるみたいなことを信じてやってきてる。もう可愛くないですか。なんかすでにヤンキー受けの素質がちょっと感じられてしまいましたけども。そうなんですよ、まあ、その学校ではねすごいもう硬派な一匹狼、はいはい、めっちゃ近いちゃいけないヤンキーに見られてるけど、内面は実際はみたいな、めちゃめちゃ可愛い乙女くんでして、で攻めの高坂くんはですね、なんかすごい普通に物おじさん最初から絡んでくるんですよ。で、まあ、そんな彼と文化祭準備の係で一緒になりまして、うん、2人でいろいろこう作業をしていくっていう風な関係になって、どん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 こう距離が縮まっていくっていう感じなんですけど、はい、で攻めの方ちょっと陽キャっぽい感じもパッと見しますけどね、そんなことはないですか。そうなんです、そうです、クラスでももうすごい社交的でお友達もいっぱいいて、そういうタイプか、はい、で結構そのお友達たちからはなんでお前そんな木島みたいなヤンキーに絡むんだよって言われながらも、いやいやみたいな、木島くんは本当はねなんかいいやつだからみたいなこと言いながらすごい絡んでくれるっていう、でなんかどうしてその高坂くんがすごい絡んでくれるようになったかっていうのはちょっと過去のエピソードがですねどんどん出てきて、あ、そりゃそんな一面も知っちゃったらそのテンションで行くわなってなれる、気になる、すごい可愛かったので、はいはいはい、でもうその文化祭の準備の中でも木島くんのねその乙女っぽい一面がすごい、意外と手先が器用とか、めちゃめちゃちょっとチラ見えするんですね、そういう一面が、すごいもう綺麗なお花をいっぱい作ってくれたりとか、でなんかすごいすぐ赤面しちゃう可愛い声って言われるとなんかもう照れちゃったりとかで、運命の人でちょっとある一見で占いの結果でなんか運命の人は身近にいるみたいなことを木島くん言われてるんですよ。うわで、もしかして俺の運命の人って
高坂なんじゃねみたいな。いやそれ思いますよね。いながらどん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 こう文化祭の準備をしていくから、うんうん、あのもうドキドキがね止まらないんですよ。あの好きかどうかはまだ分かんないけど意識しまくりみたいな。そう、なんか思ってた何倍もピュアでした。びっくり。まあ、DK 同士の恋愛といえば、まあ、ピュアがね結構ピュアなもの多いと思うんですけど、もうこの中のね、そう特にというか超ないですね。超純度高いもうピュアピュアの青春がもう胸が苦しくなるぐらいの青春がギュンギュンしそうな感じで、詰まっていたのでぜひぜひちょっと読んでみてください。2作品目はこちらです。S. みつる先生のめぐみとつぐみシリーズです。はい、はい、これもねもう超人気シリーズ。はい、そうなんですよ。もう今は1巻から4巻まで出ておりまして、はいはい、ちょっとそれをねバッとまとめ読みしたんですけど、はい、もうめちゃくちゃ良かったんですよ本当に。あのタイトルにねあるめぐみくんとつぐみくんの2人のお話なんですけど、はい、オメガバース作品です。あ、そうなんですね、はいはい、でめぐみくんの方があの攻めのアルファで、うん、つぐみくんの方が受けのオメガって感じになるんですけど、はい、この4巻続いていく中で2人がいい感じになるの結構後なんですよ。あ、そうなんですか。それがすごい良くて、はい、イチャイチャしてるところを見たいって気持ちはもちろん私はあるんですけど、はい、なんかそれよりもラブラブになるその前段階が愛おしくて仕方ないっていう作品で、はいはいはい、まあ、と言いますとも、このめぐみくんとつぐみくんのなんかキャラクター性というか性格が本当にいじらしくて、特に受けのね、うん、つぐみくんがまさに今回紹介してるヤンキー受けなんですけど、うんうん、あ、一応めぐみくん攻めの方もヤンキーちゃヤンキーなんですけど、はい、あ、そうなんですね。なんかつぐみくんの方があの絵に描いたようなヤンキーというかそうですよね。もうとんでもないですよ。あの鉄パイプ持ってあのマスクしてすごいあの目つき悪いみたいな、もうなんか昭和のヤンキーのようなすごい金髪です。でも、はいはいはい、誰が見てもヤンキーだって分かる感じなんですけど、うん、あの性格的にはあの一匹狼で、うん、こう友達誰かとつるんでるとかないんですけど、うん、なんかいざ中に踏み込んでみると、うん、めちゃくちゃバカなんですよあ、バカなんだ。めっちゃバカ、でも愛すべきバカって感じで、はいはいはい、でもちゃんと芯も持ってて、はい、俺は俺だしみたいな。オメガバースの世界だと結構、はい、アルファだからちょっとオメガだからって結構、ね、自分が嫌だとかこの性別が嫌だみたいになること多いと思うんですけど、つぐみくんは違くて、うん、もう俺は俺それ以外は別にないみたいな、関係ないっていう、はいはい、強い心の持ち主で、うん、でそういう部分もやっぱめぐみくんはちょっといいなって思ったりとかでなっていくんですけど、はい、あのめぐみくんとつぐみくんの共通点としては、うん、2人ともオメガを見下すアルファが嫌いなんですよ、うん、ああはいはいはい、あの自身もアルファでありながら、うん、めぐみくんはちょっとそういうねオメガ見下すみたいな風潮は嫌だって思ってるし、はい、で受けの方のオメガのつぐみくんもなんかもうクソアルファみたいな、うん、もう、はいはいはい、俺らのことをなんか、はい、そう道具として見てるみたいな感じですごい嫌がってたりして、はい、もう最初結構バチバチなんですよ、うん、全然この二人が今後いい感じになるとは到底思えないというか、うんうんうん、出会いもなんかあんまり良くなくて、うん、本当になんかタイマー張るぜくらいで、うん、あの喧嘩から始まったりもしますし、はい、本当になんかこの二人がカップルになる未来は特に想像できないんですけど、あの、まあ、さっき言いました通りこのつぐみくんの性格だったりとかにめぐみくんが惹かれていって、はい、でただつぐみくんめっちゃバカなのでバカプラスちょっと鈍感、はいはいはい、不思議なんですよね。その我を強く持ってるがゆえに会話が成り立たないっていうか、うんあの人の話を聞かないし、うんうん、あの話が通じないからめぐみくんが好きっていう気持ちを結構分かりやすく伝えてるんですよ、はいはいはい、なのにつぐみくんに全然伝わらないし、あ、はいはい、逆につぐみくんは絶対にめぐみくんのことを好きじゃんっていう状態にもうなってるのに、うんうんうん、自覚する状態まで全然言ってくれないんですよ。あ、もどかしいですね。そうなんですよ、はい、絶対なんか両思いだし、うん、両思いだってことはつぐみくん以外全員分かってるのに、うんうん、もうその自覚もしないし、うん、好きって気持ちもこう受け入れたりもしないし、うん、なんかすごいねもどかしい感じがずっと続いていって、うん、でもなんかその状態がね可愛いんですよ、うんうんうん、なんか喧嘩っぷるまだいかないんですけど、なんて言うんでしょう、ずっと言い合ってて、うん、こんなに愛し合ってて好き合ってるのになんでまだこいつら喧嘩してんだみたいなその感じがとんでもなく良かったですね、うん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 、オメガバースだともうヒートがあったりとかあると思うんですけど、
もうアルファだからオメガのフェロモンに当てられちゃったりとか、うん、苦しめの設定とかもちろんあるんですけど、うん、結構テンポ感がすごいいい作品で、うん、あのコメディタッチというかそういう部分もあるので、うん、なんか重い内容もすごいさらっと読めるし、つぐみくんがちょっとそうバカなところとかもあるし、はいはいはい、なんかそんなつぐみくんに翻弄されてるめぐみくんがすごい可愛らしいから、はいはい、なんかその設定が重いけど、はい、でもすごいスッと入ってくるというか、はいはいはい、なんかオメガバース作品でこういうのあっていいんだ、すごい考え方が変わる感じもありましたね、結構、うんうん、であと、この4巻を通じて結構当て馬が登場するんですけど、はい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 、めぐみくんのことが好きな当て馬、はいはいはい、でつぐみくんのことが好きな当て馬それぞれ出てくるんですよ。モテモテですね、2人とも2人ともね、はい、それぞれ出てくるんですけど、うん、なんか当て馬が出てきちゃう理由も、うん、この2人が外から見たらうまくいってなさそうに見えるんですよ。あ、なるほど。ずっとなんかバチバチ喧嘩してるし、はい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 、言い合ってるし、うん、なんかこんな言い合ってるぐらいなら、はい、俺の方が幸せにできるんじゃないみたいな感じでアテーマが結構登場してきちゃうんですよ、はい、でも違うんですよ。もうだってその本人たちにしかわからない、うん、その愛し合ってる部分があるし、だからいざアテーマがよーっって言ったら、あ、めっちゃ全然入る隙なかったわみたいな。アテーマかわいそうですねでも結構アテーマから私泣けました。あ、そうなんですか。そう、おすすめで、ちょっとそこもアテーマ登場するまでもぜひ読んでいただきたいですし、はい、まあ、あとはこう特徴的なサブキャラといいますか、うんうん、いたのがつぐみくんのお父さん、うんうん、つぐみくんのパパが、うん、男性アルファ男性オメガなんですよ。あ、そうなんですね。でその2人のなんか出会いの話とか、うん、つぐみくんが生まれる前の話とかがちょっと巻末に載ってたりもするので、うん、そこもねめっちゃ良かったです。なんか、はい、あのつぐみくんのお父さんっぽいみたいな、あ、ちょっとヤンキーっぽいオメガのお父さんだったり、はい、でそのオメガのお父さんのことが好きすぎるアルファの男性だったり、はい、なんかすごいいいんですよ。はいはい、なんなら子供たちよりピュアじゃねみたいなお父さんたちの、ね、過去が読めるので、はい、そこもめちゃくちゃ楽しく読ませていただきました。おすすめです。最後に紹介する作品はこちらです。はい、ユリアズル先生の、ポップワンズチェリーでーす。はい、こちらもですねオメガバース作品になってるんですけれども、もうめちゃめちゃ良かったぶっ刺さりましたか。めちゃ良かったです。これ本当にちょっとありがとうございます気になってたんですけど、はい、ずっと読めてなかったのでちょっと読んで、もうすごい良かった。すごい語彙力なくなっちゃった聞きますね。どういう攻め向けかっていうと、まず攻めがなんかこう表向きは結構こう優等生なんですけど、裏ではオメガのなんかセフレを大量に作って結構ハードなプレイをしてるヤリチンのアルファ攻めで、受けがアルファをやり返しちゃうほどの、まあ、超絶強気なオメガ属性のヤンキーなんですけど、でこの2人が小学校時代からのずっと親友同士で来てて、今同じ高校にも通っててっていうところからスタートしていくんですけど、でこの攻めはなんかそう、受けのオメガとは絶対 やらないで来てるんですよ。今までずっと来てて、お前のフェロモンには発情しねえわとか言ってなんか外でいっぱいセフレとか作ってるからえ、これ本当にこの2人の BL で合ってるのかなって思ったんですけどもうめちゃめちゃこの2人の BL でしたというお話でして、今回ヤンキー受け特集なのにすごい攻めの話をねちょっといっぱいしちゃって恐縮なんですけどちょっとこれをね言わないと、なんでこれとそのヤンキー受けになっているのかがあんまり伝わらないのでちょっと喋りたいんですけど、はいはい、まあ、攻めが結構食えない性格でして、外にいっぱいこうセフレを作っていながらも受けの作者には一切手を出さずにいたりとかしてるし、でもめちゃめちゃなんか俺たち親友じゃんって絡んでくるし、で、はいはい、そんな様子にねずっとこうヤンキーで誰にでも結構こうオラオラ出れて強気でいける作ちゃんが唯一タジタジしちゃう相手なんですよ、この攻めのねアルファのレンジって言うんですけど、レンジに対して、はいはいはい、ではもう前のそのなんか政治上とか引き飽きたわみたいな、こう悪態をつきながらもずっとなんかつるんでてくれるみたいな感じで、なんかでずっとやっぱ一緒にいるから、高校生になって初めてがなし崩し的に、まあちょっとそういうついにねやってしまったりはするんですけど、それでも2人の関係は全然変わらず、なんかふざけてなんか俺たち付き合っちゃうみたいなことをそのアルファの方ねレンジが言ってく気はするんですけど、オメガのそっちのヤンキーのタクちゃん的には自分がそのオメガで守られるってことにこうちょっと抵抗があるから、なんでお前なんかと付き合うんじゃみたいになって
結構変更、はいはいはい、変更戦というか、そしてもなんか本当に本心ってのか分かんないし、受けは受けでなんか今年嫌がるから、結構難しい2人なんですけど、うん、けどなんですよ。そうなんかすごいレンジがサクちゃんには絶対手出さないわとか言ってたのも、実は点々点みたいなのがあって、うん、そうですよね。一人だけに手出さないってもう不自然ですもんね。そうなんですよ。理由があるんでしょうね。そうで、その理由がすごい激しく燃えたのと、でこっちのそのさくちゃんの方は、はいはい、あのどうしてそんなね強気な硬派な男の中の男みたいな見た目してるんですけど、オメガなのにもう喧嘩めちゃめちゃ強いからもう全然アルファのその不良とかも蹴散らすぐらい強い男の子なんですけど、なんでそこまでこう強く成長したのかとかも、ね、2人がね小学校時代の付き合いなので、その頃のエピソードにこう振り返って出てきたりとかして、まあ、それも激しく燃えたのでもう私これ本当になんか私の萌えが全て詰まってました相当ハマりましたね。ハマりました。もうなんかやっぱ黒髪硬派なヤンキーがあのひっくり返されてるというか、下にいるのすごい私はすごい好きだった。なんかいいですね。そのヤンキー受けと一口に言ってもね、いろんなヤンキーがいますからね。そうなんですよ。ですごいね、あの硬派だしちょっと純情な感じ、ピュアな感じもあって、そこも素敵だったの で結構この本分厚いんですよ。もうあのじっくりたっぷりいっぱい読めますのでX の方に投稿していただいた方本当にありがとうございました。私はもうすごい今ハマってますもう一回読もうと思います。はい、ということで本日はヤンキー受けを紹介してまいりましたけれども、 いやヤンキーってピュアですね本当にこの3作品をね本当にあの抜粋してというか、はい、おすすめいただいたものから3作品だけを今回紹介させていただきましたけど、すでにピュアピュアピュアできてるんで、いや間違いない気がしてきましたね。なんかピュアの方向性もいろいろあって抜けてるのか、なんかすごい乙女チックなのか、まっすぐしすぎたがゆえにピュアになってるのか、ヤンキーは奥が深いですね。いや本当になんか髪型とか人とっても、はい、黒髪ヤンキーと金髪ヤンキーってまた全く別なのに、はい、それぞれにこう萌え要素があるなっていうのを改めて思いましたし、ちょっとヤンキー受けをね、はい、これからも摂取しないといけないっていう義務感駆られます今後もねちょっとヤンキー受けをこれから探していきたいなと思います、はいはいはい、今回本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日紹介しました作品の、チルチルの作品詳細ページを概要欄に貼っておりますので、リンクから、ぜひチェックしてみてください。それではバイチル。